こんにちは、アルシチャンネルです。今回の本はつれづれ草です。ご存知の通り、著者は健康法師、本名は浦部兼義、清少納言の枕草子、賀茂長明の北条記と並び日本三大随筆の一つです。兼義が生まれたのは1283年、亡くなったのは1352年と言われています。当時としてはかなりの長命ですね。今回はつれづれ草の中から10段をご紹介させていただきます。早速見ていきましょう。つれづれなるまま日暮らし、硯に迎えて心に移りゆくよしな仕事を、そこはかとなく書き作れば、怪しゅうこそ物ぶる欲しけれ、今日はこれといった用事もない。のんびりと一人くつろいで、一日中机に向かって心をよぎる気まぐれなことを何年当てもなく書きつけてみる。すると次第に現実感覚がなくなってきて、不思議な世界に引き込まれていくような気分になる。他人から見れば狂気じみた世界だろうが、私にはそこでこそ本当の自分と対面できるような気がしてならない。一人だけの自由な時間は、そんな世界への扉を開いてくれる。足立野の露消える時なく、鳥辺山の煙立ち皿でのみ、住みはつる習いならば、いかに物の哀れもなからん。世は定めなきこそいじみけれ、命あるものを見るに、人ばかり久しきはなし。陽炎の夕べを待ち、夏の蝉の春秋を知らぬもあるぞかし。つくづくと人と背を暮らすほどだにも、こよなうのどけしや。しかす、もしと思わば、血と背を過ごすとも、人世の夢の心地こそせめ。住み果てぬ世に見抜きき姿を間違えて何かはせん。命長ければ恥を押し、長くともよそ地に足らぬほどにて死なんこそ目安かるべけれ。そのほど過ぎぬれば形を外る心もなく、人にいで交わらんことを思い、夕べの日に子孫を愛して、栄ゆく末を民までの命をあらまし、ひたすら世をむさぼる心のみ深く、物の哀れも知らずなれゆくなん、浅ましき。露や煙は儚く消える命なのに、この世に死者はなくならないので、足立の霊園の草露や鳥辺山火葬場の煙はいつまでも消えることはない。だがその草露や煙のように、人間がこの世に永住して死ぬことがないならば、人生の深い感動は生まれてくるはずもない。やはり、人の命は儚い方がよい。命あるもので人間ほど長生きなものはない。陽炎のように朝生まれて夕べには死に、夏の蝉のように春や秋の美しさを知らない短命な生物もいる。それに比べた人間の場合は、心安らかに一年を送れるというだけでも、なんとものどかな話ではないか。もしも命に執着すると、たとえ千年の長い年月を過ごしても、それはたった一夜の夢のように、儚く感じるだろう。どうせ永遠には住めないこの世に、醜い姿になるまで生きていて、何になろうか。長生きすると、恥をかくことも多くなる。長くとも、40そこそこで死ぬのが無難というものだ。その年齢を過ぎると、容姿の衰えを恥じる気持ちがなくなり、平気で人前に出て社交的に振る舞おうとする。さらに日没の太陽のような老齢の身で子孫を溺愛し、子孫の繁栄を見届けようと長生きを望んで、世俗の欲望ばかり強くなり、深い感動の味わいもわからなくなっていくのは、何とも救いがたい気がする。ちなみに当時の平均寿命は35歳ぐらいなので、当時の40歳は今の90歳ぐらいでしょうか。世の人の心を惑わすこと、色欲にはしかず。人の心は愚かなるものから。匂いなどは仮のものなるに、しばらく衣装に丈物すと知りながら、えならる匂いには必ず心ときめきするものなり。久米の仙人の物洗う女の萩の白木を見て、
通を失い剣は、まことに手足、肌絵などの清らに、声油ずきたらんは、外の色ならねば、さもあらんかし。色欲ほど人間を迷わせるものはない。なんて人間は愚かなんだろう。香りなんか一時的なものなのに、着物に焚き染めた香りとは知りながら、素晴らしい香りを嗅ぐと心をときめかせてしまう。その昔に、久米の仙人が川で洗濯している女の裾を託し上げてあらわになった萩を見て、神通力を失い、空中から落下したという伝説がある。女の手足や肌がきめ細かくて、油が乗っているのは他の色と違い、女の色かだから。そこそこ人間臭さを残していた仙人が、心惑わされたのも当然といえば当然だった。ちなみに、この久米仙人は、この後この女性と夫婦になったと、今昔物語集にあります。神奈月の頃、来栖野というところを過ぎて、ある山里に訪ね入ることをはぶりしに、遥かなる苔の細道を踏み分けて、心細く住みなしたるいおりあり、木の葉に埋もるる掛け井の地賊ならでは、つい大人うものなし、赤棚に菊、紅葉など折り散らしたる、さすがに住む人のあればなるべし。かくても哀れけるよと哀れに見るほどに、彼方の庭に大きなるカオジの木の枝間をたわわになりたるが、周りを厳しく囲いたりしこそ、少しことさめて、この木、なからましかばと覚えしか。神様たちが出雲へ会議に出かける頃、栗栖野というところを越えて、とある山奥を徘徊し、果てない苔の小道を歩いて奥へと進み、落ち葉を踏みつぶして歩くと、一軒の火をつけたらすぐに全焼しそうなボロ屋があった。木の葉で隠れた雨どいを流れる雫の音以外は全く音が聞こえてこない。お供え物用の棚に菊とか紅葉が飾ってあるから、信じられないけど、誰かが住んでいるのに違いない。全くすごい奴がいるものだ。よくこんなところで生きていけるな。と心惹かれて覗き見をしたら、向こうの方の庭にバカでかいみかんの木が生えていて、枝が折れそうなくらいみかんがたわわに実っているのを発見した。その周りは厳重にバリケードで警戒されていた。それを見たら今まで感動していたこともバカバカしくなってしまい、こんな木はなくなってしまえ、とも思った。つつましい佇まいで生活しているこの家の主人は立派な人だと思っていたら、庭のみかんを独占して他人には渡さないという人間の欲望を見てしまった。自分の心が清く美しいと思っていても、人間の心には欲が入り込んでしまうという戒めでしょうか。静かに思えばよろずすぎに仕方の恋しさのみぞ、せむ刀き人沈まれて後、長き世のすさびになんとなき愚足取りしたため、残しおかじと思う保護など破りする中に、亡き人の手習い絵描きすさびたる見入れたるこそ、ただその折の心地すれ。この頃ある人の踏み田に久しくなりて、いかなる折いつの年なりけむと思えば、哀れなるぞかし。手慣れし愚足なども心もなくて変わらず久しき。いと悲し。心静かに思い出にふけると、何事につけて過ぎた昔の恋しさだけがどうしようもなく募ってくる。人が寝静まった後、秋の夜中の暇つぶしに雑多な身の周りの品々を整理して、残しておく必要のない書き損じの紙などを破り捨てる中に、今は亡き人の文字や絵を見つけると、一瞬にして心はその人が生きていた当時に戻ってしまう。今生きている人の手紙でさえ、月日が経って、これをもらったのはいつどんな時だったろうと思いを巡らすうち、しみじみとした気分に引き込まれる。個人の使い慣れた道具類が人情とは無関係にずっと当時のまま残っているのを見るのは、とても切ないものだ。
蟻のごとくにたかりて、東西にそぎ、南北にわしる。高きあり、卑しきあり、老いたるあり、若きあり。行くところあり、帰る家あり。夕べに稲ねて、明日に置く。営むところ何事ぞや。生を貪り、利を求めて、病むときなし。身を養いて何事をか待つ。ごするところ、ただ老いと死とにあり。その来ること速やかにして、年々の間にとどまらず、これを待つ間、何の楽しみかあらぬ。惑える者はこれを恐れず、冥利に溺れて、先祖の近きことを鑑みねばなり。愚かなる人は、またこれを悲しむ。常あらんことを思いて、変化の断りを知らねばなり。人間がこの都に集まって、あれのように東西南北にあくせく走り回っている。その中には地位の高い人や低い人、年老いた人や若い人が混じっている。それぞれ働きに行くところがあり、帰る家がある。帰れば夜寝て朝起きてまた仕事に出る。このようにあくせくと働いて、一体何が目的なのか。要するに、自分の命に執着し、利益を追い求めて、とどまるところがないのだ。このように、利己と保身に飽きくれて何を期待しようというのか。何も期待できやしない。待ち受けているのは、ただ、老いと死の二つだけである。これらは一瞬も止まらぬ速さでやってくる。それを待つ間、人生に何の楽しみがあろうか。何もありはしない。生きることの意味を知ろうとしない者は、老いも死も恐れない。名声や利益に心奪われ、我が人生の執着が間近に迫っていることを知ろうとしないからである。逆に生きる意味がわからない者は、老いと死が迫り来ることを悲しみ恐れる。それはこの世が永久不変であると思い込んで、万物が流転変化するという無常の原理をわきまえないからである。これも深いですね。自分が生きている意味を知らずに毎日の仕事に追われ、お金や物を追い求める人生は、実際には何の価値もないということなのでしょう。何事も入りたたぬ覚ましたるぞよき。よき人は知りたることとて、さのみ知りがほにやは言う。片田舎より差し出たる人こそ、よろずの道にここへたる、よしのさすらいへ忘れ。去れば世に端き方もあれど、自らも忌みじと思える景色、かたくななり。よくわきまえたる道には、必ず口をもく、問わぬ限りは、言わぬこそ忌みじけれ。どんな場合でも、よく知らないふりをするに限る。立派な人間は知っていても、知ったかぶりをしないものだ。軽薄な人間に限って、何でも知らないことはないといった返事をする。だから、聞いている相手が圧倒されることもあるが、本人自身が自分からすごいと思い込んでいる様は、どうにも救いがたい。よく知っていることについては、口数少なく、聞かれない限りは黙っているのが一番である。そのものに尽きて、そのものを費やし、損うもの、数を知らずあり、身にしらみあり、家にネズミあり、国に俗あり、聖人に宝あり、君子に仁義あり、僧に法あり。あるものにしがみつき、その命を弱め、ダメにしてしまうものは数えきれないほどある。体にはしらみが湧く、家にはネズミ、国の利権にたかる国賊たち、つまらない人間がしがみつく財産、君主がこだわる仁義、僧侶が執着する仏法。密使して宝残ることは、智者のせざるところなり。よかなるもの蓄えをきたるもつたなく、よきものは心を止めけんとはかなし、こちたるおぼかる、まして口をし、我こそえめなど言う者どもありて、後に争いたる様足。後は誰にと指すものあらば、
いけらんうちにぞ譲るべき。朝夕なくてかなわざらんものこそあらめ、その他は何も持たでぞあらまほしき。自分が死んだ後に多くの財産が残ることは賢明な人間のすることではない。価値がないものを集めておいたのも見苦しいし、逆に価値の高いものならばきっとそれに執着していたのだろうと虚しさを感じてしまう。また自分にはもらう権利があると主張する者が現れて争い事が起きるのは醜いものである。自分が死んだ後に誰にこれをやろうと決めているのであれば、生前に譲渡しておくのがいい。日常生活に必要なものがあってもよいが、その他には何も所持しないのが理想的なのである。春くねての地夏になり、夏果てて秋の来るにはあらず。春はやがて夏の気を催し、夏よりすでに秋は通い、秋はすなわち寒くなり、10月は小春の天気。草も青くなり、梅もつぼみぬ。木の葉のつるもまず落ちて恵みにはあらず、下より兆しつ春に絶えずしておつるなり。春が終わって夏になり、夏が終わって秋になるのではない。春は早くから夏の空気を作り出し、夏には秋の空気が混ざっている。秋にはだんだん寒くなり、冬の10月には小春の天気があって、草が青み、梅の花もつぼむ。枯葉が落ちてから芽が鈍くのではない。地面から芽生える力に押し出され、耐えられず枝が落ちるのである。新しい命が地中で膨らむから、一斉に枝葉が落ちるのだ。主ある家には、鈴ろなる人、心のままに入れくることなし。主なきところには、道行き人、乱れに立ち入り、狐、フクロウ、ヤオの者も、人気にせかれねば、ところへに入りすみ、小玉などいう、けしからぬ形も現るるものなり。また鏡には、色形なき上に、よろずの影きたりて映る。鏡に色、形、あらましかば、映らざらまし。国風よく物をいる。我らが、心に念々の欲しきままに来たり浮かぶも、心というものの泣きにやあら。心に主あらましかば、胸の内に、底ばくのことは、入りきたらざらまし。家の主がしっかりしているのなら、無関係な人間が勝手に入ってくるということはない。反対に、誰も住んでない家には、通りすがりの人間が勝手に入り込み、さらに、狐やフクロウのような、霊性の強い動物も、人間が発する霊力に妨げられないから、我が物顔で住み着く。小玉という精霊も出没する。また、鏡そのものには、色や形がないからこそ、あらゆる映像がやってきて、その色や形が映るのである。鏡自身に色や形があれば、それが邪魔して映像が映ることはない。心の中に様々な思念が勝手に入り込んでくるのは、その人の心には主がいないからだろう。心に主がいれば、雑念が侵入することはないのだろう。